フランチャビージオ、ジュン,ゲン・マンズの肖像ベルリン絵画館フランチャビージオは、ルネサンス期イタリアの画家、フィレンツェ派に属する。彼の本名は、フランチェスコディ・クリストファーのだったかもしれないが、マルカントニオフランチャビージオ、または、フランチャビージオと呼ばれることもある。また、フランチャビージ、フランチャビージョとも表記される。フランチャビージオは、フィレンツェに生まれた、1506年頃まで、 マリオット・アルベルティネッリの下で働いた。1505年、アンドレア・デル・サルトと友人になり、翌年、二人はグラーの広場に共同で店を構えた。フランチャ・ビージオはフレスコ画の名人で、ジョルジョ・バザーリも、その手法は彼の同時大臣より秀でていたと述べている。とは言うものの、宗教画でもフレスコ画でもないフランチャ・ビージオの肖像画も自然主義的なパワーがみなぎっている。 1513年、フランチャビージオは、サンティシマ・アンヌンツヤアータ教会の回廊に、聖母の結婚というフレスコ画を描いた。サルトがメインで指揮した巨大な連作の一部だったが、サルトが描いた傑作、聖母誕生のせいで、影が薄かった。ちなみに、この時一緒に仕事をした画家たちの中には、ロッソ・フィオレンティーのヤコポーダ・ボントルモ、フランチェスコ・インダコ、 バルトロメオ・バンディネッリラがいた。1514年、フランチャ・ビージオは、フィレンツェのカルツァ修道院のために、アンドレア・マンテーニャの最後の晩餐をフレスコ化した。1516年には、先霊者ヨハネと、聖予部と、聖母子を描いた。1518年から1519年にかけて、フランチャージオは、サルツォ修道院で、フレスコ画の連作を描いた。ここでもサルトが一緒だった。 フランチャ・ビージオはここで、洗礼者、ヨハネの砂漠への旅立ちと、キリストと洗礼者たちの階段を描いた。1520年から1521年にかけて、ポッチオアカヤーノにあるメディチケ別荘の客間の壁に、行々しいフレスコが、キケロの勝利を描いた。しかし、またしても、ポントルモが、半円形の壁に描いた、自然主義的な、ウェルトムヌスト・ポモナのせいでフランチャ・ビージオの作品は、 影が薄かった。確かに、絵を見てみると、人物たちは、勝利を祝っているというよりは取り乱しているように見える。細かい部分はどこかの作品の引用の寄せ集めの、ようだし、建物もクアトロチェント様式の幻想のようだ。フランチャビージオ、最後のバンサンフィレンツェ、カルツァ修道院導時代の、もう少し若い画家たち、例えば、サルトと比較してみると、フランチャビージオは、 彫刻的ということでは勝るが、前向きかという点では劣っているように思われる。例えば、人物のポージングのクアトロチェント的な堂々ぶりは、堅苦しいと言い換えることもできないではない。フランチャビージオのフレスコ画は、マサッチオを思わせるが、フランチャビージオは、より線と、バランスに注意を払っている。とは言うものの、フランチャビージオの複雑さもサルトの絵も、ベネツィア派の特徴である。 造形を一旦分解した上で滑らかに仕上げるという基礎の理解を反映させている。その傾向を発展させたのが続く10年の間に来たるマニエリスムなのであった。ありがとうございます。